子供から育ってきた環境の中で当然だと思っている方向性がその人にとっては自然なんだと。どんどん夢を叶える人っていうのはどうなってるかというと、こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、不思議、なぜ夢を叶える人はどんどん夢を叶えるのだろうかという話をしたいと思います。この動画を見るとですね、どんどん夢を叶える人のツボどころが、よくわかるようになると思いますし、この動画の最後の方にお伝えする2つの内容を、具体的に、取り組んでいくとですね、どんどんあなたの夢も叶うようになっていきますので、よかったら、最後までご覧ください。そしてですね、この段階でよかったらチャンネル登録とグッドボタンの方もですね、忘れずに先に、押してみてくださいね。よろしくお願いします。ではこの私の動画シリーズを初めて見る方もいるかもわかりませんので、簡単に自己紹介をさせていただこうと思います。私はですね、普段一級建築士として住む人が幸せになる家っていうのを探求している、建築家なんですけども、これまで、例えばベストセラー作家の本田健さんの、施設の改修設計や、それ以外にも、たくさんの家ですね、現時点では108軒の家が完成しててですね、どん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 そういう家作りをさせていただいてます。そして、それ以外にもですね、国内で4冊の商業出版と、海外ではそれらが訳された10冊の本で合計14冊の本が、出ているという形になっています。でですね、今回の話、夢を叶えるっていう話をなぜ一級建築士がするかというと、実はですね、私たちの仕事っていうのは夢を叶えるお手伝いをしているわけなんですね。実は家自体はまさに家族みんなの夢を実現したものなんです。ですから、そういった意味でもですね、どんどん夢を叶えていく人とそうでいない人の違いっていうのはリアルにたくさん見てきたっていうのが、私の、今の状況なので、そういった観点からお伝えしたいと思います。ではですね、ここで少し家作りの例え話から面白い話をしたいと思ってるんですけど、ここであなたに質問があります。例えば全く同じ年収の A さんと B さんが いるんだけども、その時に一方は家を普通に購入できる人、もう一方はできない人って分かれるというふうにした時に、なぜそのように分かれると思いますか？全く同じ年収ですよ。同じ年収なのに一方はどんどんというか家をパンと手に入れる、一方は家なんか手に入れるわけがないと思ってるみたいになぜ分かれるか、これなんですけども、例えばライフスタイルの違いやお金の使い方などの違いがもちろんあるので、そういう違いが生まれるっていうのもあるんですけども、実はですね、もっと深い部分によりもっとね、明確なことがあるんですよ。それがどういうことかというと、すごい大切な話です。これはどういうことかというと、それは家を購入する人たちは家を購入するのは当然だと思ってるんですよね。自分たちが家を手に入れることができないなんて思ってないって感じなんです。ここがですね、すごい大切なところなんですね。で、それ以外にも家を手に入れる人と入れない人の違いで働いている心の背景は、例えば家を手に入れることが、例えば人によっては住宅ローンも組むでしょう。その時にその住宅ローンが自己投資だっていうふうにして捉える人もいれば、住宅ローンを一生牢屋につながれる状況だっていうふうにして捉える人もいます。ですから同じように家を購入するだけでも、この考え方の二極化で家を手に入れる人と入れない人が極端に分かれたり、あとはこの自己投資だと思っている人の場合は何が起こるかというと、どん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 それがモチベーションになって、より自分はこんな風にして生きていくぞっていうモチベーションにつながったりするんですけども、先ほどの例えば家を購入することが牢屋につながれるような感覚になる人はですね、どん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 ストレスが増大して、やはりもう自分が生きていても心地が良くないということにしかつながらなくなったりするんですね。ですから実は全く同じ年収の A さん B さんだけでも、A さん B さんという人が違うだけでこれだけ変わってくるわけなんです。ではですね、さっきの A さんの話にちょっと戻しますけど、なぜ A さんはその家を購入することが当然だと思っているかっていうところから、夢を叶える人の話に徐々に戻していきますけど、なぜ当然だと思っていると思いますか？これはですね、非常に面白いんですけども、一つ目はですね、例えば
これまで育ってきた環境から当然だと思っているということなんですね。例えば親や親戚が普通に家やマンションを買って暮らしている人はですね、自分自身も大きくなったら家やマンションを買うんだろうと思ったりしています。それが夫婦とも持ち家だったりすると普通に家を購入するもんだという生き方をしているって、それが普通で当然だと思い込んでるんですよね。これ面白くないですか。ですから育ってきた環境からそう当然だと思うっていうのが一つ目なんですけども、その次にですね、実は大人になってからなんですけども、周りの友人たちも普通にマンションや家をポンポンと買っていく姿を見て、あ、そうか、自分たちもそういうふうにして家を買うもんなんだなというふうにしていくわけなんですよね。ですからこの辺すごく面白いんですけど、何がわかるか、ここで、ここからわかることは何かというと、人は環境に適応する動物なんだということなんですよ。結局ですね、周りにどんな人がいるか、子供から育ってきた環境がどうかで、その人の環境というのがセッティングされます。ですからその環境の中で当然だと思っている方向性がその人にとっては自然なんだというふうになるわけなんですよ。ですから例えばどんどん夢を叶える人っていうのはどうなってるかというと、周りも自然と夢を叶えていく人たちで周辺が固められてるって感じなんです。そうするとですね、少し心苦しい質問にもなってきますけども、例えば夢に憧れている人や夢に絶望している人っていうのは常に夢に憧れている人に囲まれてたり、常に夢に絶望している人に囲まれている可能性があるわけなんです。どうでしょうか。ちょっとね、チクリと痛くなる人もいるかも分かりませんが、じゃああなたの周りの環境がどうかっていうことをここでね、本当に照らし合わせてみてもらいたいなと思います。どうでしょうか。あなた自身も夢がどんどん叶っていってて、周辺も夢が叶っていってるような人たちがたくさんいるのか、それともそうでないのか。もしそうでない場合は、ここから先本当にあなたが夢を叶えていく方向に行きたいなれば、ここから先も見てもらいたいんですけども、ではどうすればいいかって話をこれから最後にしていきます。まずはですね、一つ目はコミュニティに属するということをしてください。でこのコミュニティっていうのは、最近であれば、オンラインサロンみたいなものとかがですね、一番入りやすいんじゃないかなと思うんですけども、どんどん夢を叶えている人たちが属しているようなオンラインサロンに入るっていうのが一つの方法だと思います。そしてあなた自身が今まで夢に憧れてたり、自分なんかに夢が叶えれるわけないというふうなところから、そういう夢を叶えている言っている人たちのコミュニティに入ると、まず起こる感情はすっごい部外者のような感じがします。うわー、私って全然お呼びじゃないみたいな形で、こんなとこ来るんじゃなかったっていうふうにしてなるんですけども、そこがですね、実はミソで、それを体に慣らしていく作業がとても大切なんです。具体的に少し時間をかけながら、夢を叶えている人たちの生き方とかノリをですね、初めはすごい部外者な感覚があるけども、それを徐々に体に馴染ませていくっていうふうにすることで、あなたが今までいた環境のエネルギーから、夢を叶える環境のエネルギーを自分にインストールしていくような感じなんですよね。その馴染ませる作業の時には、すごく自分はすごくできてないとかですね、こんなとこいていいんだろうかっていう疑いの声がたくさん出てくるんですけども、とにかくそこにいて、ひたすらその感覚を味わっていくっていうか、馴染ませていくっていうふうにすると、多分ですね、数ヶ月するとそこにいても普通にいいなっていうぐらいになってきます。それがですね、すごく大切なことなんですね。そうすることで、自分の周辺に夢を叶えていってる人たちがどんどん増えていってる環境に自分が飛び込むことで叶えることができるというのが一つです。そしてもう一つはですね、小さな成功体験をしてみるということが、ポイントになってきます。この小さな成功体験というのはですね、例えばどういうことかというと、ちょっと例を挙げましょう。例えば、何か女性の方でこれから、ビジネスを何かしたいなと思ってて、何からしたらいいかわからないなって、お金もらうなんてとんでもないと思ってるような人の場合は、例えば自分が発信して、今日はインターネットでズームでお茶会しますよ、テーマはこんな話をしようと思います、たまたまこの前私がある講師の先生の話を聞いてとってもいい話だったので、お一人300円ずついただきますけど、私がその話を30分させていただいた後、その後は
楽しくお茶を飲みながら話をする時間にしようと思いますっていうふうな形で、例えばお知らせをして、そして一人300円もらうという経験をしていくっていうのが大切なんですけれども、このお金をねもらう感覚になれないと、実はお金をもらうっていうブロックを外すことができないんですよ。これはですから、ある意味こういうイベントをですね無理やり開催して、5人集めて1500円手に入ったみたいな経験をすることが実はむちゃくちゃ大切なんですね。ですからここで、ぜひねお金をもらう感覚になれることが、夢を叶えていくっていう流れに、乗っていくために、多くの人がブロックになっているので、小さく試してみるということをやってみてください。そして少しここから応用編の話をします。これは結構有料級で私がする話なので、お得な話だと思うんですけども、実は多くの人は、自分が支払った、今まで支払った最大のお金っていうものがあなたが最大に提供できる金額とすごく近似なんですよって話なんですけども、例えばどういうことかというと、あなたが高額商品と言われている30万円ぐらいの勉強会を支払ったことがあって、そういう勉強会で学んだことがある人は、今後あなた自身が成長していった時に、自分が提供する商品の価格がその価格ぐらいまでは、ある意味価格設定として出すことができるようになってくるという意味なんです。ですから、高いお金を出せば出すほど高い価格設定もできるっていう、ある意味でもあるんですけども、あまりそこまで言うとちょっとおかしくなるので、とにかく今知ってもらいたいのは、自分が10万円ぐらい支払ったことがあれば、それぐらいまでの価格設定は、自分の中で提供していくことができるんだという、1個の制限値ぐらいだと思ってみたらいいんじゃないかなと思います。そして、もう一つ、これ応用バージョンで、これすごいお得な話だと思うんですけども、じゃあ集まる人たちの価格設定はどうすればいいかっていう話なんですね。でこの時に多くの人が、今日は売上で1万円上げたいから、1人2000円で5人で1万円にしようというふうにして、その集めたい金額に対して、価格と人数の設定で出してしまうというやり方をしやすいんですけど、実際あの価格設定でそういうふうにして決めると、苦しいばかりになると思います。私が考えている価格設定のやり方っていうのはこれなんですけども、どんな人を集めたいかっていうことに関して価格を設定するということなんですね。どういうことかというと、例えば500円で価格設定してどんな人が集まるか、5000円で設定するとどんな人が集まるか、5万円の設定するとどんな人が集まるかっていうふうにして、その金額に合わせて集まる人たちの意識が変わる、どの意識の人たちを集めたいかっていうことを前提に考えながら、あとはあなたのコンテンツと、どういう環境設定をするのかのマッチングで決まっていくということなんですね。ここはちょっと応用的な、話なので、もしですねご要望があったら別の機会にこの詳細をですね話できると思いますが、例えばそんな風にして価格を決めていくとですね、あなた自身の成功体験が積めるかなと思います。とにかくやっていただきたいのは、その2でですね、小さな成功体験を積み上げていく、いけばですね、あなたの中に自分はゼロからでもやっていけるかもという感覚が手に入ります。これがですねすごく大切だなと思ってて、特にこれは誰もがその感覚を手に入れてやっていける時代になったなと思います。特にこの2020年以降では、いろんな形でインターネットを使ったいろんな形の人とのつながりができるようになってきた背景で、こういうことがとってもやりやすくなってきています。ですから皆さんにとってもこれを一つのチャンスだと思ってですね、取り組んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、今日の話よかったら共感いただいたら、ぜひこの動画良かったよということで、この動画の URL を友人とかにもぜひねシェアしてもらえると本当に、嬉しいなと思いますし、今日この時点でまだチャンネル登録とグッドボタンがまたな方は、ぜひね今後もこういう話をたくさんしていきますので、グッドボタンとチャンネル登録ぜひねここでやっておいていただけたらなと思います。ということで今日のコーンスマイチャンネル、これで終わろうと思います。ありがとうございました。